どうも、あえちゃんです。今回なんですけれども、バウンティーラッシュを始めた方に向けての動画となるんですけれども、リセマラランキングについてね、話していきたいなと思います。リセマラランキングって、どれが一番強いのかっていうのは初心者の方、わからない方いっぱいいらっしゃるかと思うんですが、一応ルールとしてはですが、旗のダッシュができたりとかですね、KO ができたり、旗を守れることができたり、初心者でも扱えるキャラクターですね。それを含めた順位となりますので、皆さんが選ぶ順位と異なる場合もありますので、そこはあらかじめご了承くださいということでやっていきましょう。まずなんですけれども、限定キャラから話していこうかなと思うんですけれども、今限定でキャラクターが来ているのがですが、テゾーロ、シキ、バレット、スモーカー、ハンコック、ミントサボになるんですけれども、ここら辺にいるキャラクターは限定キャラと言われまして、映画の限定キャラクターになるんですけども、例えばフェスゲンで来る、毎月に来るフェスゲンだったり、半年に一回来る超フェスだったりですね。それとはまた別の限定キャラになるんですが、映画のガチャのみしか出ないので、限定で一年に一回復刻があればいいなっていう感じなんですけれども、限定キャラになってしまうので、このキャラクターたちはどれも今、情報修正されたりですね、新しく追加で新キャラが来たりもしているので、どれも大当たりなので、これどれか当たったのであれば、レベル80ぐらいにしてからリセマラ完了かなと個人的には思っておりますと。一応限定キャラとなってしまうので、ガチで入室するのが難しいので、おすすめはしません。ではここからですね、フェスゲンと超フェスについてね、話していきたいなと思うんですが、まずフェスゲン編から話していきますと、第5位からですが、赤サボとなるんですけれども、赤サボに関しましてですが、めちゃめちゃ使いやすいです。で、まず情報修正されてからなんですが、メラメラ状態になった状態で被験しながらね、回復ができたりもするので、めちゃめちゃ強いので、初心者の方でも扱いやすいのかなと思います。KO するのはめちゃめちゃできると思うので、ぜひゲットした方であれば使ってみてほしいなと思います。第4位、ウルティとなりますね。ウルティの強いところはアタッカーに対してめちゃめちゃ強くて、意外とスキル1でね、ウルティガンだけで、敵をあっという間に KO できてしまう。アタッカーからすればめちゃめちゃ逃げたい相手となりますので、ぜひアタッカーをね、KO バンバンできるキャラクターなので、ぜひゲットしたら使ってほしいなキャラだなと思いますと。第3位ですが、ペロスペローということで、こいつはアメちゃんにしちゃえば敵、基本 KO できちゃいますね。なので、ペロスペローはかなりおすすめなキャラクターとなっておりますので、初心者の方結構扱いやすいのかなと思いますね。で、一応スキル、両方ともアメちゃんにするスキルにはなっているので、もちろん、使ってみて、アメちゃんにして敵をKOしまくってください。旗を取るよりも敵を倒して倒して倒しまくって味方に旗を取らせようという戦法ですね。なので、このキャラクターも大当たりとなっておりまして、第3位ということでランクインしておりますと。第2位なんですけども、ドフィーとなりますね。ドフィーに関しましてですが、シールドが強いんですけども、スキル2でシールドになるんですけども、シールドを貼っちゃえばですが、敵の攻撃を食らうことがないので、シールドを貼った状態で通常攻撃でね、攻撃したり、スキル1でね、攻撃したりもすることができるので、使い勝手はめちゃめちゃいいですね。シールド貼った状態で旗を奪取することもできるし、あと守ることもできたりもするので、めちゃめちゃおすすめですね。なので初心者にとってもこれ使いやすいキャラクターなのかなと思っておりますと。で、フェスゲンの第1位なんですが、ワカレーリとなりますね。ワカレーリに関しましてですが、初心者の方も関係なく中級者初心者でもね、全然使いこなせるんですよ。まずね、何が強いかと言いますと、ジャスカイ成功しちゃえばですが、相手の近くに寄って特性でですね、吹っ飛ばし入れるんですよ。吹っ飛ばした後なんですが、お宝をね、ダッシュして、ほぼ確実に抜けたりするので、めちゃめちゃ強いですね。こちらはレベル、80以下でも全然使えると思うので、レベル80にしなくても、ジャスカイ成功うまくしまくれば、最初の方ってね、ジャスカイっていうのはね、なかなかできないと思うんですけれども、練習していれば、いずれキャラのね、技とか覚えていくと思いますので、絶対にね、ゲットして損はないキャラクターとなっておりますと。続いてなんですが、超フェス編ということで、超フェスについて話していこうかなと思います。第5位、ヤマトとなりますね。ヤマトに関しましてですが、上級者が使うキャラクターにはなってしまうので、第5位としてますね。ランキングで言いますと、第1位か第2位を争うぐらい強いんですけれども、なんで第5位なのかと言いますと、やっぱり初心者の方って、やっぱりプレイってまだ下手な部分があるので、お宝ダッシュするとかね、そういったところに関してなかなか難しかったりもするので、KO とかに関してはね、できるはできるんですけれども、最初の方は使いこなすのは難しいかなと思いますね。一応、慣れてきてから使いこなすのはめちゃめちゃ強い
強いと思うんですけれども、初心者の方を含めたランキングとなりますので、第5位となっておりますと。第4位ですが、おでんとなるんですが、まあ、初心者の方でも結構使いやすいのかなと思いまして、まず、スキルが無敵があるので、まあ、敵からのね、攻撃を受けてる時に無敵使ったりすることができるので、まあ、初心者の方ね、まあ、死なずにね、無敵使ってね、使いやすいかなと思うのと、まあ、おでん二刀流ね、桃源突火ですね。これがめちゃめちゃ強いんですよ。まあ、めちゃめちゃ速くてスキル打つのも早いので、あと、ダッシュ能力もめちゃめちゃ性能高いので、初心者にとってはね、めちゃめちゃ優遇されたキャラクターかなと思っておりますと。第3位ですが、ロジャーとなりますね。まあ、ロジャーに関しましては、カムサリを打って火力を上げるスタイルなんですけども、やっぱりカムサリ最大5回当てたら火力がね、100% になるんで、ただの化け物なんですよね。まあ、ダッシュ性能とかはないんですけれども、まあ、初心者の方、めちゃめちゃ使いやすいんで、第3位ということでランクインさせていただいておりますと。第2位なんですが、夢ルフィということで、もう夢ルフィはね、結構使い勝手いいんですよね。まあスキルなんですが、両方ね、パターンが違うんですけども、スネークマンモードだったり、バウンドマンモードっていうのがあるんですが、スネークマンモードになればゲッターにもなれますし、バウンドマンモードになればですが、アタッカーにもなれるということで、まあ、ゲッターね、全然使いこなせない方は、ぜひね、バウンドマンとかスネークマンモードで使い慣れて、ぜひ、初心者の方にも勧めたいキャラクターですね。あと、特性にね、簡単に火力も上がることができるので、通常攻撃でね、攻撃するだけで火力が上がっていくので、ベラボーに強いですね。なので、初心者の方、使いやすいのかなと思いますと。第1位、赤犬ということで、もう赤犬はね、もう誰が使っても使いやすい。まずスキルにね、流星火山打った後、無敵が3回残っております。まあ、この無敵の3回がまずチートっていうのと、流星火山も無敵っていうのは、まあ、チートですよね、本当に。無敵何回あるねんって思わせるぐらい強いですね。で、相手にね、猛火状態にさせてしまえば、もう敵のダメージを あっという間にね、体力も減らして KO することもできるので、まあ、そこがまた強いですよね。あと、マグマグ状態になっている状態だと、まあ、通常攻撃の範囲がかなり広がったりしますので、初心者の方ね、まあ、遠距離でボンボンボンって言って、相手にマグマグ状態にさせちゃえば、まあ、猛火状態ですね、猛火状態にさせちゃえば、あっという間に KO ができたりするので、まあ、初心者の方は使いやすいのかなと思いますと。まあ、今回はね、まあ、リセマラランキングって話してきたんですけども、まあ、初心者に向けたある意味の動画となりますので、まあ、最強ランキングだと、まあ、またね、順位かなり変わってきてありはしますが、まあ、アタッカーをメインとしたね、キャラとなっていますね。やっぱり、基本的にはバウンティラッシュっていうのは、ゲッターが強いので、まあ、調布スが来たりしますと、大体ゲッターがね、1位か2位に来たりはしますので、もし、調布スが新しく来た時は調布スに引くのがおすすめかなと思いますね。で、もし復刻の時に始めたのであれば、その調布スの復刻を引きましょう。で、やっぱり、調布ス復刻の時しか引けないので、まあ、超フェスっていうのは限定キャラとなっているので、半年に1回しか出ないキャラクターとなっておりますので、皆さんもね、ぜひゲットして強くなってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいなと思っております。またな!